はようございます。くるみです。今回は iPhone や iPad を使ってバレーノートを作っていきたいと思います。今回はこの IMG Play というアプリを使っていきます。このアプリを選択してまず動画を作っていきます。このアプリでは自分の動画を GIF 動画と呼ばれるものに変更することができます。このビデオの中から自分が使いたい動画を選んで確認をしていきます。使いたい動画を選んだら使いたいところをクリップしていきます。この GIF 動画にすることで容量を少なくしてメモ帳のアプリに貼り付けることができます。この再生がされている上のバーのところを動かすと分数を動かすことができるので調整しながら自分が使いたい部分を切り取っていきます。今回私はこの動きの時の足の使い方についてノートを取りたいと思ったのでここを切り取っていきます。ちなみにこれは YouTube にフルバージョンが上がっていますので見てみてください。次に進みます。この画面では様々な調整をすることができます。下にいろいろなメニューがあってで、ズームをしたりテキストを入れたりすることもできます。サイズを調節したりすることもできるのですごく便利です。私は今回ちょっと端っこに黒い部分があったのでそれをカットしていきました。このメニューからテキストを入力することもできます。いろいろメニューがあるので触ってみるとすごく面白いです。一番下のうさぎと亀のマークがあるんですけどそこのバーを動かすと再生のスピードを簡単に調整することができます。一番自分の動きが見やすい速度に調整するといいと思います。これで次へを押してビデオを保存していきます。SNS に直接シェアするボタンもついています。写真アプリへ保存っていうものを選んで、また再生はループ再生無限大にしておくといいです。これで保存をすると、動画が GIF として写真のフォルダに保存されます。ここでメモ帳を次に開いて、メモ帳にノートを取っていきます。ノートの内容は何でも構いません。私はまず今日の日付を入力しました。今保存した動画の注意すべき点を書いていきます。これは、自分が自由に書いて大丈夫です。特にこの方法でバレエのノートを書くと紙のノートに書いている時に比べて動作の説明や何分何秒のどこの動きでどうっていうことを書かずに動画の上や下にここの動きの時はこういう注意をされたっていうことが簡単に書き込めるのでこうすることで後から見返した時にどこのどの動きだったかわからないということが減るのでかなり便利になると思います。また今回はこの動画では無料のアプリで完結させるために純正のメモ帳アプリと IMG プレイヤーというアプリを使っているんですけれどもこの純正のノートアプリではなくてノータビリティという有料アプリを使うともっとカスタマイズしたり
することができるのでとても便利になります。バレーノートを書くことは一つの上達する早道だと思うので、ぜひぜひ書いてみてほしいなというふうに思います。ただすごく時間をかけて丁寧に凝って作る必要はないかなっていうふうに私は思っていて、必要なことを簡潔に、そして後から見返しても分かりやすく書くっていうのがすごく大切なので、ぜひこの方法を試してみてください。最後にノートに動画を追加して整えていきます。このメモ帳アプリの右下にあるカメラのマークを押すと写真を選択することができるので、その中から先ほど作った自負動画を出していきます。自負動画が貼れたらこれを触るとこの動画を再生することができます。特に少しスローモーション気味に動画を作っているのでとても見やすくなっています。私はまあこの状態にした時にやっぱり動画の方が上の方が見やすかったかなと思って、今ちょうど迷っているところです。書いてみた感想として、私は動画を先に置いてその後に注意を書くっていうスタイルの方が見返しやすいかなというふうに感じました。ただどっちが見やすいかは自分の見やすい方法でいいと思います。いかがでしたでしょうか。今回は iPhone や iPad を使った現代的なバレーノートの取り方ということでご紹介をしました。今後手書きのバレーノートについてもお話ししたいと思いますので、ぜひ楽しみにしていてください。今日の動画はこれで終わりになります。このチャンネルでは主にバレーのことについてシェアをしています。興味がある方はぜひチャンネル登録をお願いします。今日もご視聴ありがとうございました。また次回のビデオでお会いしましょう。それではバイバーイ。